皆さんこんにちは。私はフルートでたくさんの人を幸せにしたい、永田昌代フルート教室の永田昌代です。今日も引き続き下関市唐戸市場より皆さんに質問をお届けいたします。では質問です。皆さんはフルートを演奏するときビブラートをかけていますか、という質問です。私は中学校多分1年生の終わりに吹奏楽の顧問の先生からビブラートでかけ方を教えていただいて、それ以来ビブラートをかけています。もしよかったらですね、概要欄に6分でわかるビブラートのかけ方という動画を上げてますので、もしビブラートをかけてらっしゃらない方がいましたら、参考にその動画を見てビブラートを挑戦してみてください。皆さんはフルートを演奏するときビブラートをかけていますか。よかったら動画のコメント欄に回答をお待ちしています。ではまた明日。